こんにちは、デリッシュキッチンです。ブルーベリーヨーグルトケーキを作ります。まずボウルにザルを置き、キッチンペーパーを乗せます。無糖のヨーグルト 500g を入れて、キッチンペーパーを閉じ、重しを乗せて冷蔵庫で2時間以上水切りをします。次に冷凍ブルーベリー 150g を耐熱容器に入れ、砂糖大さじ3とレモン汁大さじ1を加えて混ぜます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱しましょう。別のボウルに水切りヨーグルトを入れ、生クリーム 200cc と砂糖大さじ3を加えて混ぜます。別のボウルに1/2の量を取り分けて、ラップをし、冷蔵庫で冷やしておきます。ふやかしたゼラチンを600ワットのレンジで10秒から20秒ほど加熱してヨーグルトに加えます。ブルーベリーソースを半量加えて混ぜましょう。バットに濡らしたタオルを敷き、縁にカップを斜めに傾けておきます。先ほどの生地を等分にして入れ、冷蔵庫で2時間以上冷やし固めましょう。ふやかしたゼラチンを600ワットのレンジで10秒から20秒ほど加熱し、冷やしておいたヨーグルトに加えて混ぜましょう。冷やしておいたカップを冷蔵庫から取り出してまっすぐに戻し、ヨーグルトを等分に入れます。冷蔵庫で2時間以上冷やし固めましょう。仕上げに残りのブルーベリーソースを等分にかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。